はい、しおみんです。ですね、先日いきなりステーキっていうのをですね、生まれて初めて食べたんですが、肉が硬いということでですね、沖縄で食べたやっぱりステーキは結構美味しかったなと思ってて、いろいろ調べてるとですね、大阪の南森町にもあるということなので、今向かっております。ちょっとレポートしながら行きたいと思ってます。それでは行ってまいります。ドバン。ありましたね、やっぱりステーキ屋さん。安くてうまい、何が悪い、1000円でステーキランチ200、360、ちょっとずつ少ないかな。よし、じゃあとりあえず180で行ってみますか。ということで、やっぱりステーキさんに、行ってステーキ食べてみました。今回 180g、ランチでですね、ご飯とサラダとスープ、食べ放題でですね、1000円ポッキリ、税込み1000円ポッキリ、これはコスパがいいんじゃないでしょうか。南森町と、もしくは京橋、あと、沖縄の方にもありますんで、よかったらやっぱりステーキ行ってみてください。それではまた。